おはようございます、釣り子 TV です。これね、待ちに待ったあるものが家に届きましたよっていうことでね、送られてきたルアーをね開封していこうっていうね、こういった動画なんですけども、これ見てください。はい、富山県から送られてきてますねっていうところと、ここが粋なんですよね。あの、中身何ですか？楽しい未来ね、過去ルアーって書いてありますね。楽しい未来がこの中に、凝縮されて入っているっていうことで、こんな感じの音がしてますが、まあ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 、もったいづけずにね、早速開けていきたいと思います。楽しい未来は何が入っているんでしょうかね。モンスターキスっていうと、まあね、あのコンパクトロッドが有名で、まあ自分もいくつも持ってますけども、ルアー出てきました。お、かっこいい、じゃじゃーん。はい、メガドックのモンスターキスのオリジナルカラーですね。これをね、開封していきたいと思います。はい、というわけでね、引き続いて、見ていきますが、まあパッケージはね、なんていうか、まあ、いつものメガドックオリカラでもね、パッケージは変わらないと思うんですが、カラーがね、ハンターズオレンジっていうカラーですね。こんな感じのね、カラー、早速ちょっとね、開けていきますかね。実際にどんな色なのかということで、はい、うわ、かっこいいな、これはちょっと、あ、いやいいですね。まあカラーリングはもちろんなんですけども、このね、背中にモンスターキスね、おなじみのロゴマークとメーカーの名前が入っていてね、これはね、まあなんというか気分が上がりますね。まあ、メガドック自体がね、かっこいい形のルアーっていうのもあるんですけども、カラーリングもこれなかなか、渋くないですかね。えボーン系のカラーで、でメガドックね、オリカラとかね、レギュラーラインナップのカラーとかもね、いっぱい持ってるんですけど、この感じのオレンジは今までないなーっていうね、もしかしたらオリカラとかであるのかもしれないんですけど、結構ね、綺麗なオレンジですね。で、背中がこういう感じで、黒で、でサイドには、ボーンカラーっていうことでね、あの怪魚ハンターでね、おなじみの小塚さんのメーカーですから、もちろん怪魚なんかを想定してっていうところだと思うんですけども、まあ、出しどころとしてはね、まあ、自分なんか今東京に住んでいるんで、東京なんかだとね、もうがぜんこの城パターンがねスタートしてますんで、そんな時にね、このメガドックのね、巨大なね波動がですね、大きなランカーシーバスをね、連れてきてくれるんですよね。まあ今年も今ね、もう始まってるかなっていうタイミングなんで、またね、このメガドックであるとか、今年はね、あのデプスのヒュージペンシルなんていうのもあったりね、いろいろとね、もういろんなメーカーからこの手の、ね、今までじゃちょっと信じられないようなサイズのね、巨大ペンシルベイトが登場しておりますが、まあモンスターキスからはまあこんな感じね。これとね、イエローのね、ボーンのね、かっこいいやつとね、2つあったんですけども、黄色の方がね、大人気だったかな。もう一瞬で売り切れて、まあそれからまあちょっとの差でね、こっちのオレンジもね、すぐに売り切れてしまったんですけども、あの富山の方ではモンスターキスのね、あの実際に竿とかを触って、お買い物できるっていうね、あのモンスターキス常にやってるみたいじゃないんですけども、週末とかにね、開いてるお店があるんですけども、そちらではね、実店舗の方で販売なんかも行われていたようです、ね、そんな感じでこれね、まあ、ネットですぐ売り切れたんですけど、なんとかね一つこうやって手元に、あります、まずですね、ハンターズオレンジね、こんなのが届いたよっていうね、これとあとね、せっかくまあメガドックの、オリカラつながりで最近買ってね、まだ開封してなかったカラーがあるんで、オリカラ、はい、これもねオリジナルカラーですね。メガドックのこれはね、キャスティングのオリジナルカラーですね。あ、ここに書いてありますね、こうシールが貼ってあるんですけども、キャスティング、別注カラーっていうことでね、これ欲しかったんで、
サビボラね、カゲロウとかでもこの色持ってるんですけど、あのね視認性が良くて、あとなんともね可愛らしいカラー、これもねちょっと開けていきますね。カビボラカラーね、これ今年使おうかなと思ってね、一つ買ってみたんですが、はい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 、これどんどんでっかいルアーが増えていくな。これもう置き場所もねちょっと、はい、カビボラいい色でしょこれね。あのな、食パンに入るあのカビみたいなイメージなんでしょうかね。あ、これ結構ね面白い色ですよね。視認性のいいオレンジね、で背中にこれまた視認性の良さそうな、あ、緑が吹かれていて、でサイドにはこういうねカビが生えていて、で腹がねこういうねピンク色入ってるんですね。あ、ファンキーなカラーがね適所に配置されていて、これぞオリカラっていう感じのねカラーですけども、まあさすがメガバスですね。こうオレンジって言ってもなんか微妙に違うんですよね。このハンターズオレンジのオレンジとこのカビボラの頭のオレンジっていうのが、こっちの方がちょっと濃い感じですかね。まあ光の加減でどう映っているかなって感じですけども、さすがメガバス、オレンジでも絶妙にね違う感じの色なんだなぁなんてね、今並べてみて感じました。はい、というわけでね、こんな感じのねキャスティングオリジナルカラーなんてのもねあったりして、これはね並んでねもう朝から行列できてましたけどね、これとファイヤーパターンが吹いてある感じのクローム系のカラーと、あとね背中と腹がねチャートで、サイドがクローム系のカラーとね、3色、キャスティングの折りからみたいな感じでねありましたけども、これはもう何回目かの生産なんですかね。自分ちょっとね今回初めて買ったんですけど、あ、これはいいやと思ってね、品川シーサイド店でこれね買った折りからの、カビボラカラーと、これはねモンスターキスナのモンスターベースってね、あの通販のところよーく見てるとね、こういうね魅力的な折りからとかがたまにねポンってねネットで買えたりするんで、モンスターキスのねモンスターベースってね通販ショップとかぜひねチェックしてみてください。なんていうことで、はい、こんな感じで、2本ね、最近手に入れたルアーっていうことで、こちらねメガドックのオリカラのハンターズオレンジね、モンスターキスオリジナルカラー、それと、こちらはですねキャスティングのねオリジナルのカビボラカラーですかね、こんな感じで、メガドックの、オリカラー2つ開けてみて、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。